ザッカリー・シェリダン・ニールは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。埼玉西部ライオンズ所属。ニックネームは、ニーリー。フラワーマウント高校を卒業後、サム・ヒューストン州立大学やハワード短期大学を経て、オクラホマ大学を卒業。2010年に MLB ドラフトにて、ドラフト17巡目で、 フロリダ・マーリンズから指名されプロ入り。2013年シーズン途中、オークランドアスレチックスとマイナーリーグ契約を結ぶ。2016年5月11日、メジャー昇格。当初は低いストライク率が課題ながら24試合で 6SP とチームに貢献する。その年、2勝4敗にセーブでシーズンを終える。2017年1月18日、 アスレチックスを自由契約となるが、権利を放棄し、3A ナッシュビルサウンズに所属する。5月24日にメジャー昇格。その年、オプションにより2回ナッシュビルに戻った末、8月16日のシーズン中に解雇される。シーズン終了後にフリーエージェントとなる。2018年1月6日、ロサンゼルスドジャースのスプリングトレーニングへの招待を含んだ。 マイナーリーグ契約を結んだ。4月3日にメジャーに昇格したが、4月4日に1試合投げたのみで、4月5日にマイナーへ降格となる。その後4月17日に、アリエル・ヘルナンデスとの交換トレードで、イバンデル・イザベルと共にニールは、シンシナティ・レッツへ放出された。レッツでは、3A のルイビル・バッツに所属した。しかし7月4日、 ジェームズ・マリナンとアヌリス・ザバラの2選手との交換トレードでインターナショナルボーナスプール付きでディラン・フローローと共にドジャースに復帰した。ドジャースに復帰した後は 3A のオクラホマ式ドジャースで14試合で登板し3勝2敗防御率4.40を記録した。10月11日に FA となった。2018年11月22日。 NPB の埼玉西ブライオンズと契約した。2019年は前年までのエース菊池武士製の MLB 移籍などで投手陣が手薄な中、先発投手として起用された。開幕を一軍で迎え4月2日の対、千葉ロッテマリームズ戦で初登板を果たし6回途中に失点で初勝利を挙げた。4月24日に一軍登録を抹消されるも、6月20日に、 再登録され同日の対中日ドラゴンズ戦では2勝目を上げたのを皮切りに6月以降は黒星なしという安定した投球でチームの2年連続リーグ優勝に貢献したリーグ優勝がかかった9月24日の対ロッテ戦で先発を任されると再登録後11連勝となる12勝目を上げた外国人投手のシーズン11連勝は史上4人目の対記録であり 球団では1983年の高橋直樹以来36年ぶり4人目、球団の外国人投手では1988年に各体元がマークした10連勝を抜き最長となった。この試合は6回3失点と9 s を達成し、12から4で西部が勝ち、1997年1998年以来21年ぶりの連覇に貢献した。9月は、 防御率0.66、4勝0敗、死球例の大活躍で自身初の月間 MVP を受賞した。2020年は前年の活躍を評価されて、球団では25年ぶり、各体験以来となる外国人投手の開幕投手となり、6回無失点の好投でシーズン初勝利を手にする。 7月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でも白星を挙げ、シーズンをまたいだ外国人投手の連勝記録を13に伸ばし、各大元と並んで球団最多大記録となった。しかし、同31日の対ソフトバンク戦で敗戦投手となり記録更新とはならなかった。この年はシーズンを通してローテーションで投げ続けたものの前年と比べ、 ゴロアウト率が53.7%、46.6%、予死給率が1.35、2.81と本来のゴロを打たせて取るピッチングができず、開幕戦で無失点に抑えて、以降は14試合連続で2失点以上を喫するなど複数失点が目立った。21試合の先発で6勝8敗、防御率5.22という成績でシーズンを終えた。2021年は、 Covid-19 流行の影響による入国制限で来日が4月2日となり、4月16日に隔離期間が終了。一度目の調整当番で大乱調だったこともあって、予定より1週間、遅い一軍合流となったが、5月12日の楽天戦で今季初先発、同20日のソフトバンク戦で今季初勝利を挙げた。しかし、先発予定だった。 同27日の対広島東洋ガープ戦の直前に、源田宗介が発熱を訴え、濃厚接触の疑いがあったため先発を回避した。その後、正式に濃厚接触者と判定され、広島市内のホテルに隔離されていたが、馴染みのない土地での孤独な生活に耐えられず、保健所からの条件付きで帰宅した。その後に軍調整を経ずに一軍復帰したが、この年も、 得意のツーシームを低めに集めることができず二巡目以降に打ち込まれるケースが多く、前半戦はわずか一勝に止まり19失点のうち16、失点が試合中盤での失点であった。後半戦は、投球内容が悪化し、9月1日の対、ロッテ戦では初回に6点の援護をもらいながら、不安定な投球が続き3回3失点で降板。 続く9月8日の対ソフトバンク戦では2回に3を投げて自己アーストの11安打9失点でノックアウト翌9日に登録を抹消された。オクラホマ大学時代に出会い結婚した夫人の父はテキサスレンジャーズなどで通算142勝を挙げたボビー・ウィットである。2021年1月27日長女が誕生。手元で変化する。 ツーシームを決め玉にゴロアウトの山を築くグラウンドボールピッチャーである。ツーシームに加えてスプリットチェンジ、カットボール、カーブといった球種も操る。特にスプリットチェンジはツーシームの回転軸と同じになるように研究を重ねた球種だという。2019年9月18日の登板では24のアウトのうち実に17のアウトが内野ゴロによるものであった。 ありがとうございます。